よく抑えた。ナイスプレイ。ベースカバーにも入っています。右の部分もですね、日々この林サードも守りますしね。まあナイスプレーですよね、グラブさばきも良かったし。おっとバロー変わった、林出しでしたよね、はい。まあ、飛び込むという部分に関すると、まだ余裕がありましたからね、比較的こう飛び込んで取りやすかった、はい。と1、2塁間ファースト飛びつく、競争になる。今村間に合いました、ワンアウト。ですよ、1、2塁間抜けるかなと思いましたが、はい、内野安打っていうリスクもある中で、やはりランナーなしで、ビシエドを迎えるたい、はい、と思っていたはずなので、バッテリーとしてはあのアウトを取れたってことは本当に良かったかな。あのやはり大島、ここはサード強い当たり、体で止めて一塁送球、松山もうまくカバーしました、ツーアウト。本当にね、こうホットスポットと呼ばれる強い打球が飛んでいくサードですが、はい、ここはしっかりと体で打球止めました。そうですね、取ってからの送球っていうのも非常に早かった、落としはしましたけども、そこからの送球っていうのも非常に早かったですよね、はい。そして松山もうまく初球から振っていく、ボテボテのゴロ、林ランニングスロー、一塁はアウト。低めのボール、バットの先でした。深めの守備位置の林でしたが、ランニングスロー、しっかりと守っています。引っ張った当たり、サイン、あ、飛びついた、林が戻った、一塁送球は間に合った、ファンフェイ、林光太が盛り立てた。大山の当たり、天谷さん、林ですよ。いやー素晴らしいですよね。まあそんなに俊敏な方ではないんですけど、やはり球際も強いですし、初戦スタメンでそれ以来のスタメンという高部ですが、まあ、守備でちょっとミスがありましたけども、アウト。ここも早打ちでいきの打球でしたけれどもね、はい、これ取ってから、もうとにかく早くボールを離さなきゃ、もう内野安打に、ね、なってしまうわけですから。変化球、三塁線抑えている、一塁遠投になる。その間に村上三塁に進んでいます。取ってすぐ一塁へ走行、随所にあるというか、いや昨日、そうですね、昨日もありましたよね、はい、内試合が続くんで、はい、サード林取って一塁へ間に合いました。はい、映像出ます、ご覧ください。あー、いっぱいですね、いっぱいいっぱい、この後もね、ストライク、いや見事な送球になりました。まずこのもうね、いっぱいいっぱい伸ばしてますよね、体いっぱいですね。この後が早かったですね。4点が5回の裏カープに入りました、6対2。インサイド払って林、ワンバウンドで取りました、ボールを握り直して一塁へ。一生懸命さっていうのが伝わりますよね、はい。今取るのも本当良かったんですけど、ここからの坂倉選手ですよね、はい。ちょっと中途半端なワンバン、自分で距離を取る、ボテボテの当たり、三塁線林、一塁送球高くなりましたが、タッチしてアウトです。大皿ですけど、あ、多いですね、はい。今林もサードゴロ、前進してアウトにしました。ここのところ、小野さん、この林が守備でもいいプレー見せていますからね。そうですね。三遊間止めた、林一塁送る。足はどうだ？アウトという判定でした。ね、ダイブして起き上がってすぐ投げてね、ワンバンというかそれてね、ベンチで坂倉にすみませんって言ってましたけど、努力一生栄光一瞬というね。うん、高島の前監督からね。三遊間よく取った林、これでツーアウト。バッターに対する打球の方向、はい、ショートの方向によって、多分普通の定位置だったら三遊間抜けてると思うんで、まあ、ナイスプレーですね。その後の身のこなしの2球ボールから2球目、外の球引っ掛けた、緩いゴロ、しかし山田は俊足、サードを投げた、競争は山田はセーフと手を広げるが、アウトのジャッジましょう。
まだファーストミットには届いてない。足が先なのか。早くも出てきました。アウトのままです。この1球がどう出るか。バットの先で捉えた。痛烈ですがよく林反応しました。ファインプレー。まあやっぱり野球センスなんでしょうね。そうですね、やっぱ柔らかく動きますからね。でまた急増ファーストと言っていい坂倉ですが、はいはい、坂倉2017年のリーディングヒッター宮崎、三遊間深いところ、サードいい守備を見せました。はい、サードは林です。ここもいい守備を見せた林の好プレーという。鋭いサードライナーでしたが横っ飛び。智弁和歌山高校出身、去年は2軍で4番を務めた、まあバッティングが期待されていた選手ではありますが、引っ張りました。サードライナー取りました。ランナーを流れというかね、はい、ありますね。この外の速い打球ですから、もう少し打球が高ければね、もう確実という、まあそうですよね、運もついてきます。まあそういう時はついてきますよね。でドラゴン戦は去年今年とまだ5試合で負けがありません。これもすごいプレーだ。高卒3年目の林はやっぱりバッティングの方にも注目されますけども、いやグラブいっぱいいっぱいでしたね。レギュラー取るための必須条件みたいになってますよね。サード林起き上がって一塁送球、いいプレーです。ワンアウト。あれだけのきっちりした送球しましたからね、大したもんですよ。そうですね、やっぱりねサードは速い打球多いだけにね、うんうん、あのグラブになんとか引っ掛ければなんとかなるんですけど、左ですけど左に対して2割3分5厘、うまくコンタクト。サードの林起き上がって一塁へ、いいプレーでした。はい、柳町らしい打球でしたが、引っ張った。サード林よく取った。二塁へ、一塁転送、ダブルプレー。サード林ファインプレーを見せました。そして先ほどのカープサード林、これ素晴らしいプレーでしたね。素晴らしかったですよね。この反応もそうですけど、こう取ってから素早くセカンドに投げたこの素早さもね、素晴らしいですよね。